新型コロナウイルスの影響もあり、1年間を通して満足のいく練習ができない状況ではありましたが、今自分がいる環境が当たり前ではないことを実感するとともに、いつも支援していただいている関係者の皆様に恩返しをしたいという思いで大会に臨むことができました。東広島市民にとりましても、皆様の活躍は大きな誇りであり、励みになるものであると大変心強く感じております。今後とも皆様がこの受賞を機に、さらなる目標に向かって力と技を磨かれますとともに、引き続き本市の活性化の原動力となってくださいますことを心より記念いたしまして、お祝いのご報告をさせていただきます。